ブラッドリー・バンペルトは、ミシガン州、オースソー出身のアメリカンフットボール選手。2005年、NFL のデンバーブロンコスでプレーした。ポジションは、クォーターバック。父親は、オールプロに選出されたこともあるラインバッカーのブラッド・バンペルト。カリフォルニア州、サンタバーバラのサンマルコス高校では、クォーターバックとセーフティでプレーした。 最終学年の1998年には、パス155回中89回成功、1265ヤード、13、TD、ランでも1294ヤードを走って24、TD、ディフェンスでは41タックル、3インターセプトを挙げた。当初父親の母校でもある、ミシガン州立大学に進学した。1年時を終了したところで、ニック・セバンヘッドコーチが、 ルイジアナ州立大学に去り、バンペルトは、クォーターバックから、ディフェンスバックに、コンバートされそうになった。クォーターバックとしてプレーすることを望んでいた。彼は、コロラド州立大学へ転校、最終学年には2845ヤードを投げて、パス成功率は60%を超えた。2004年の NFL ドラフト7順で、デンバーブロンコスに指名された。2シーズンを、 第 2QB として過ごしたが、2006年のドラフトで、J. カトラーが入団すると、デプスチャートで、J. クプラマー、カトラーに次ぐ、第 3QB となった。同年9月2日、ブロンコスから解雇された。2006年11月27日、控え QB のセージ治郎ゼンフェルスが、故障者リスト入りした、ヒューストンテキサンズと契約、同チームの第 3QB となった。 テキサンズのヘッドコーチは、元ブロンコスのコーチゲイリーキュービアックであった。2007年3月、テキサンズと契約延長を果たしたが、8月27日、解雇された。2009年3月、ブロンコスで、セーフ機として復帰することを表明したが、トライアウトの結果契約には至らなかった。同年、イタリアのベルガモライオンズと契約、クォーターバックと、 セーフティとして出場した。イタリアでのシーズンが終了した後、2010年7月にイギリスのレスター・ファルコンズに加入、チームの MVP に選ばれる活躍を見せ、同チームをプレーオフに導いた。現役引退後は、スカイスポーツで NFL のスタジオアナリストを務めている。2012年1月、ポスト氏のインタビューで自身とティム・ティーボーの似ている点について触れている。 ありがとうございます。